皆さんこんこにちは、えー、今日はですね、えー、2023年の卓建試験が終わりまして合格発表もありましてねで今日はですね、えー、まあ見ていただいたら分かりますけども、えー、このタイガースのユニフォームを着てる、えー、小学4年生の。お 溝く、ねえー、君がですね、えー、合格をされましてで横にいらっしゃるのはお父さんで孝之、えーえー、さんですけども、えー、親子で、えー、合格ということで、まああのー、最年少合格っていうのがですね実は公表ああがあんまりされてないっていうのが現状がありまして個人情報で高齢者もそうなんですが、まあ、僕の記憶にある中ではですね 小学校の6年生っていうのが一番、えー、最年少っていうのはよく言われてたんですが、えー、狂気的に出ております、孝、えー、信君は4年生なんですね。えー、それはまあまあ、あの、おそらくですが、えー、まあまあ、そのね、北海道から沖縄まで全員を僕がチェックしたわけじゃないんで、えー、断言するとちょっと問題があるのかもしれませんけども、まあ、ほぼほぼ、おそらくこの年齢で通ってる人っていうのは、まあまあいないというかね。 まあ、中学生でもなかなかいませんから、まあ、高校生はね、ポロポロいますけども、おまあ、非常にまあ、稀なことやと思います。まあ、あのー、野球で言えば大谷翔平、将棋で言えばね、藤井聡太みたいな存在じゃないかなというふうに私は思ってます。で、今日はあは、のー、少しね、えー、来ていただいて、その辺の話をね、ちょっとお聞かせ願えたらということで、えー、本日、ちょっとお忙しい中ね、来ていただきました。ありがとうございます でまずあの、合格証書ね、今日持ってきていただいてるんであの、これ見ていただくと、はい、持ってますね。はい、これ合格証書映ってますんでね、その画面ね。えー、ちょっとね、あの、付箋貼ってんのはちょっと番号なんで、これちょっと個人情報もあるし、悪用されてはいけないんで、えー、そのまま、えー、お持ちさせていただいてます。まあ、あのー、非常にいい、まあ、ちゃんとしたね、合格証書を見せていただきまして、ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。はい。 どうかなはい、えー、とそしてまああのきょね、えー、わざわざ来ていただきましたんでちょっとだけあのー、あんまり大したことないですけどねはいあのあい一応はい、はいえー、またね家でちょっと飾っていただくとねいいのかなと思いますのこれまたちょっとよくやっていきますはい、はい、えー、まああのー、実はですね僕自身がですね、えー、お父さんとで彼ともお会いしたことがずっとあってですねあのー、それはちょうど の噂にはなってたんですレックの中でね、えーっと。小学生の子がレックで宅建園の模試受けてるでと受講生が僕に言うんでそんなことがあるのかなっていうふうにずっと思ってました。で、えー、たまたま僕の授業のあとに模試が組まれてた時に、えー、まあ彼が座ってましてね でお父さんも心配そうに後ろにいらっしゃったんですが、えー、その時にちょっと話をさせてもらって、えー、どうっていう話をした時にやっぱりもうあの受験生の言葉なんですねだから思わずこうやってね頭をこう何させてもらいましたねあの覚えてる覚えてるって言うたら覚えてくれてました、えー、まあそういうね頑張りでこうやって見たらタイガースのね今年あれのあれのねユニフォーム着て大山選手の応援をしにね御堂、えー、筋パレードも。 ね、お父さん大変なかね、子供さん抱っこして見ていただきましたね <laughs> 大変なやっぱり阪神ファンですだから俺は本当に子供さんみたいなんですけども、まあ、そういう意味ではねあの卓、ー、研の勉強ってやっぱ法律なんでどうなのかというところがありましてね、えー、まずあのー、少し何かね聞かせていただくとまず一つ目が、えー、今まあ合格をしたね気持ちをちょっと聞かせてもらっていいですかあの自己採点の時に あの合格かなと点数的には思ってたんですけど、うん、まだちょっとやっぱり心配だったので、うん、受験番号を合格発表の時に見つけた時嬉しいっていうより安心しましたすごいな安心っていうのがねなかなかねうんそうなんだ、まあ、お父さんもどうですかお父さん <laughs> まあ、ね、そうですねあの点数がはる、まああまあ、かに超えてたので、まあ、同じようにねあの点数的には大丈夫なんですけど小学生なんで まあ、マークミスとか、あのーまあ、消したつもりが消してないとかっていうのがあると思うんでそれだけちょっと心配してたんで私もあのどっちかというとホッとしまああのー、2人ともですねかなり高得点なんでまあよっぽどのことない限りそれは全然なんですがただまあね何があるかわからないんでね、えー、それはそうやったんでしょう確かにね、はい、えーえー、っとたっその試験をですねその目指した あんまり小学生で目指す人はそんなにいないと思うんですけどもその目指した理由なんかはどうあ小さい時から寝る前に子供六本を呼んでいて、うん、それがきっかけでお父さんに「やってみたら?」って言われてやってみたのがきっかけです。うん子供六本ねあれあのテレビで「子供六本」のやつ出てたらもうごつ売れてしもてね「キノコんか売り切れや言うてましたよ。入門には楽しいやつがねなんて子供六本いうのがあるんですけども。 うんそれはすごいな、えーえーど。どうその読んでみて面白かったですかあはい、いろいろ。うん、まあ、その時は刑法が一番面白かったんですけど。刑法,刑法、まあ、卓球にはないけどね。うん、六法やからね。うん、どう学校の勉強とはどう学校の勉強とはやっぱりちょっと違う,う。全然違うわな。その算数なんかないもんね。<laughs> うん、理科やとかね。うん、まあ、そ,りゃあそういう両立もすごいなというね。 ですよねだからそれはあのこういう機会があってね僕あの受験生の人から言われたのはそれどうやって両立できたのみたいなね働いてる人で言えば仕事との両立なんですねで小学校行ってるということは小学校の勉強もせながあかんのに法律の勉強っていうのは学校では全然ないわけでねその辺すごいなっていうふうには僕自身も思ってましたねで、えー、っとそのことで勉強はどのようにしてました あのテキストを何週も何週もして、うん、それからあのその部門の問題を解いてい、問題いいこは過去問ですかね、あ、はい、うんうん、それをその分野の過去問を何回も解いた感じです。過去問だ、何何週ぐらい？五週ぐらいか、五周<週>、うん。うん、もう大体綺麗なじゃない？うそれも結構やってはるんだろうな、ね。周っていうかあの、うん、苦手な部門を何回もやってた。うん ちなみにその苦手な部分っていって言ったら定答権とかはど,どういう意味かということ意味もそうですけど人物関係というかああそうやな、まあ、定答権だけじゃなくて言ってることが民法難しいからね民法がでも得意得意分野っていうのは民法でしたで、ね、一応あの最初からずっと半年ぐらいは、うんうん、ずっと民法しかしてなかったんで。 だけど、その本を読んで、言ってるることわかるあ一応、漢字は読めたんで。漢字も難しいし、その言ってることはなんか、なんか債務者の責めにキスやんやんやん言うてん、何んやんねんこれみたいな、そういう言ってることはわかる最。最初はそうでしたけど、うん、お父さんからなんかいろいろ教えてもらって。というんってことは、そういうわからんとかお父さんから、割りと、お父さんからも、はい、んって そうですねあの最初はあの難解な、あのー、文章を読むときに難解な言葉をまを、あ、大阪のおばちゃんでも分かるような言葉に置き換えて、うんあのー、説明していったんですね。で最終的には僕らの目標としてはあの大阪のおばちゃんにも分かる説明ができるような、あのー、理解をということをやったんで、まあ、そういういコンセプトでやってます、ね、それは大したもんですね、そうなんですよ、本当、誰にでも分かるというのは大事で、僕よく言うのは猫に分かる卓見。 猫分からんなんですけども、いや、もう誰にでも分かるっていう、いや、でもその、紀行っていうのがすごい偉いですよね。うんいや、その、低等権の低等権、設定者や低等権って,って誰やねんみたいな話からね、うんてこと今回の試験でもあったように、ほ放棄やじょだ言われたって、何やねんみたいなね、<ー>いうところがあると思いますよね、でも、その民法ができるっていうのはやっぱりすごいですよね、今年の試験はやっぱり民法難しいですよね。まああの また見ていただいたらいいんですけども、レックでここがこう出たっていうのを作ってましてね、えー、レックの受講生の正答率が全部出てるんですけども、権利関係14問中7問はきついんですわ。7問取れてないです。ただ半分ぐらいしかできないんですよ。それがそれなりに取れるっていうのはやっぱりすごいですよ、俺は。でそれに対して、業法とかね、まあ、制限はちょっとましやったんで、そっちでまあ稼げた人はなんとかかなというところはね。 あったんでしょうけども、まあ、そういう意味で、やっぱり、でも、すごいなっていう感じがしますよね。今聞いてて、その権利っていうのがね、やっぱすごいなと思いますね。うんまあ、その辺は、やっぱ、お父さんの指導が、ねずず、ずっと毎日一緒にやってたわけじゃないですよね。えっと、そうですね、八月から始めまして、で、七月までは、だいたいその個人で。三四十分やって、で、週三回ぐらい、私があの家帰って、三四十分押しているという。 あのわからんところ、えっ、ー、とテキストの読み込みを一緒にしたっていう感じですね。はい、これはこういう意味だということでうです。はいうん、それはお父さんがわかってるからできるけどね。<laughs> お父さんはそういう意味では優しくた。いや、たまにめっちゃ無理に出ることもありました、ね。やめやみたいな。<laughs> ああ、そらな、そやっぱりそれでももうやめあとならないところはすごいよね。はい、ね一回何回も、一回じゃないけど。うん 何回も辞めるるかって言われたことはあるんですよお父さんにね。でも自分の中ではやるんやと。うんはい、あれを目指してという、ね、卓犬のあれやからね、うん。そうなんや。やっぱりそんなこともあったんやな。それは,それはもう、簡単にはいくもんではないからね,ね。で、あの、レックでね、えー、模擬試験をね、受けていただいてて、それちょうどさっきもお話したように、その模擬試験の前にお会いしたんですよ、こうやって、彼にね。 お父さんともお会いして、まあ、レックの模擬試験っていうのがあって、あこれね、彼の僕ちょっと見せてもらったんですけど、この本試験の、これがですね、これがあの、このね、おそらく最年少の合格の回答用紙なんですけども、割ときれいなんですよねこの、この辺が。きれいんですよね、これ。なんか問題文パートィーに出てき,てきれいですよね、すごいですよね。うん なかなかこう見ててね、もともと綺麗なというね。まあこれがね、こんなんこう書いててね。パッパッパッと読んでポイントがわかるんだよすごいなと思うわ。これね、すごいですからね,ね。まあまあこ、これね、があの、もともとありまして。で、レックの模試には、これですよね。これから受けていただいよね。ゼロ模ムこれはど,どうでしたゼロ模ムって ゼロ円模試の時は、全然あの、読み込み方っていうか、うん、模試のやり方っていうのが全然分かってなくて、なったんですけど <laughs> というい経験あちょっと難しいんですよ、このゼロ円模試っていうのはあのー、今ね、このゼロ円っていうものが、この模試っていうのが、レックが、えー、っと7月に実施してまして、各校で、これまさにゼロ円なんです、ただなんですよ。 でこれはまあ,あの僕から言わすとこういう言い方するとあれでけどもレックとしては反則なんですね。販売促進いわゆるレックに来て、えー、武者修行に独学してる人が来てそしてだめならば、ね、レックのいろんな直前コースもあるしっていう感じやからちょっと練ってあるんですわこの時期にしてはこの時期にしては練、えー、ってあると思いますねだからまあそういう意味ではあのそこで、えー、今言うようにそうするとお父さんまたちょっとここから修正ですか。 そうですねあの,その時にはすでに323点ぐらいはいけるような実力があるのかなと思ったんですけども、うんえー、と実際受けてみて、うん、もう本当にもう結構気になるところがあったんですねで隣で受けててで私試験終わってからもう絶対家に帰ってから言おうていうことも全部裏に書いててでそういう修正点がすごく大きかったのとあとはあのそれまでは。 あの簡単に受かるかなって思ってたと思うんですけど,ど、ね、も、うすごいいいカンフル剤になって、うん、あ,あの気合がねさらに入ったっていう感じですけそういう意味では良かったんですよね。うん、うん。それからまああのレックのこういうこれね基礎模試も受けていただいてね。はい。これ基礎模試は多分おそらくゼロ円よりはマシなんですよ基礎っていうね一回目は特に、えー、まあまあ基礎ということでね困難が 1> 1回2回とあってね、それからあとこういう実践模試ってやつねこれね実践になると少し練ってくるんですけどね123という形でそして最後にこういうファイナル模試っていうねレック結構模擬試験多いんでねいろいろねでそれ以外でもやってくれてるんですよこういうこれ宅研師模試っていうのがねこれ毎年や,るやって最近ねあのタコとコラボして作ってるんですけどもえー まあ結構多いですこれ僕は解説もしてますけどももう半分以上知らない人ですね外部から多いんで、えー、受けてもらってね、えー、これもやってくれてたとそういう意味ではそのレックの模擬試験をいっぱいもやってくれたっていうのは事実なんですねはいはい、えー、そのレックの模擬試験をその選んだのはどうしてかなとあの知知らない知識とか、うん、あのを とか時間の使い方とかを調整できて、そこが良かったかなとあ、まあね、確かにその、どうですかね、練習試合、要さんやらんとやっぱり強くならないんでね、それとやっぱり改正法が対応してないんでね、うん、あの過去問っていうのはあの、まさに過去ですから、当然、改正はうたってないわけですよね、その年の改正はもう死にしか入れないんで、まあ、その辺はお父さんど、どんな感じでしょうか。 そうですね、まあ僕、僕、ちょっとだけしか話さないと思ってたんで、後で言おうと思ったんですけど、試験の1週間ぐらい前に、うん、結構、YouTube でいろんな方が動画を上げてると思うんですけど、改正論点を語っている動画をもう4、5本見たんですね。うんうん、その中でもう一番安心したのが、うん、レックのこの8個ぐらいの,、うん、あの模試を見て、うん、全部網羅されてたんです。 改正に関しては、まあ、ぬかいじゃないかなと思って、うん、確信にね、いけるかなと思いました。あれだよね、それね。あの、うん、それよく言われます。あの、模擬試験レックの模擬試験は結構、その辺は全部ちゃんと。うん、回数も多いですしね。そうです、ね。回数も多い、んでも、うん、ほぼほぼ練習試合ずっとできるというのがね。うん、非常に良かったのかなというね。はい。で、まあ、あの、レックの、その、まあ、申し受けて。 まあ最後ね頑張っていただいてその一発合格をするというね、えー、秘訣みたいなのなんかありますかね？あの毎日、うんうん、あの最初の方はちょっと少なかったんです時間が三十分とか勉強する時間ね、うん、少ない時間でもずっとコツコツやっていって、うんうん、やったら多分合格それが秘訣だと思います。まあコツコツ継続してやるということが大事、うん。はいでも最後の、うん 最後の夏休みっていうのは、うん、多分六時間ぐらいしてました。毎日ね、すごいな。すご、はいわやっぱり大変ね。まあ僕なんかでもあのよく不動産系のね研修なんかで言うんですけども、もう要するにその夏以降の例えば水曜日休みは勉強だと一日、そのやらんかったマニアになると日々やってないじゃないかっていうのを言うんですけども、なかなかそんなんができる子っていうのがすごいなと思いますよ。そんな簡単なことじゃないですからね。 でもやっぱり、結果を出すっていうのはそういうことなのかなというふうに、ね、思いますし、そうですね、もうこつこつと、まあ、諦めないことですかね、あの結局、まあ、権利関係って難しいんですけれども、1>, うん、まあ1回目難しくても、もう1回戻って、2回目、3回目読んでたら、うん、まあこういうことかっていう、すごい分かりやすくなったりするので、うん、そういう意味では、あのまあ、粘り強くやったのが良、うん、かったのかなと思います。 まあなかなかね、親子で合格なんて、そんなにね、できることでもないですしね、まあ、して、えー、小学校4年生とっていうね、えー、ところで大したと思うんですね、すごいことやと思いますよ。ね、あのこの卓研が終わって、ですねそのなんか、将来の夢みたいなのはあるんですか、なんか、どんどん行ってあ、将来の夢は、今はまだ考えてなくて、いや、野球選手になろうという気はない、別に。いや、それ、もともとだったんですね。 あ、前までやってました。で、そんな感じです。今やったらどうですか、その将来の夢的には、別にまだ、あんまり、まあ、ないですから。お父さん、どうですか、その子供さん、立っていったら、強いみたいなのは。親としては、あ何でもいいんですけども、打ち込めることを見つけてほしいなと思ってて、勉強でもスポーツでもいいんですけど、ただ、何もやらずにね。 あのたけん終わったらぼーッとしてしまってるんで、それだけはちょっとね、確かに、あのレックに来てる説さんもそうやと思うんですが、もう日々、こうずっと来てるじゃないですか、直前なんかでも毎日のように来て、樹脂、はい、も使ったりしてたのが、もう普通のと切れるんですよね、うんうん、でやっぱりこうなんかこう、ロスになるんですよね、宅け、うん、ロスの人は多いと思いますよ、結構ね。だから あの次へ進む人もいて宅見から始まるっていうことでいろんなねところがあってまあまあ今そのいろんな勉強ということで少しちょっとあれするとこのねあの話を、まあ、あの今梅田港の責任者のね山内っていうのが中心になって今これやってるんですが、まあ、このことをやることで当然上への。 報告ということで社長の方に行きまして社長ってやっぱりすごいんですよ司法試験一発合格なんで、うん、若くしてねでそういう若い人への力をねあのレックとしてもサポートをしたらいいじゃないかっていうことを山内の、ね、方に言ってあの中学までに勉強したいものがあったらぜひレックで受けたらいいと社長の住み付きがあるんで、まあ、すぐに決めなくていいからもし何かあるようやったらまたね、はい、山内に連絡してもらったらね 非常に何か役に立つ勉強もねいろいろありますからしてもらったらかなというふうに思いますまあそしてまああのー、これからね卓っ士あのー、目指すまあ当然、あのー、17.2%っていうのはことちょっと高いって言えば高いんやけどでも100人おったら20人は通らないわけですから圧倒的にやはりリベンジ組も多いんですねでまた初めて勉強される方も多い、えー、そういう人に向かってね何かメッセージがあればちょっと。 やっぱりずっと続けることちょっとの時間でもが大事だと思います。一問一答とかそういう本でもちょっとでもやると大事だと思います。ありがとうございますお父さん、どうですか、ねまあ、お父さんもともとね、そういう法律の勉強をさっき、ね、やられてやからですけども、最初の気持ちでどうなんでしょうね。 分かりやすい言葉で考えるとか、うんあの、法律はそんなに難しくなくて、当たり前のことを、まあ、定めているといいますかね、うん、あの社会の規律なんで、そういう意味で考えていくと、まあ、そういう意味ではね、やっぱりあの、まあ、でも、今言っていただいている以外に、結構努力はしてくれてると思いますむちゃくちゃやってると思うんですよ。でそんななな簡単な試験じゃないのは事実ですただ やればできる僕はあのその,あの受講生とね今年もそのから初めて聞いたときに、えー、小学生のメンバーが頑張ってるんやったらお前社会人できるんじゃないんかっていうのはずっと言ってたんですねでそれで奮起した人もいました、まあ、そういう意味ではあのやればできんことはない試験なのかなっていうね、えー、まあそれはあのある面で言うと択一であるというところの得意点これがまた記述になるとねまた全部覚えていかなきゃならんっていうね試験の 難易度も上がるんですけども、まあそういう意味では受験資格もないし、やればね必ずやれるということが今ね聞いていただいた通りで、あのー、ぜひねあのー、今後も活躍をしてね、うん、今もな学校生活が充実してるんですかね、達験が終わると。あ、はい、普通にやってます。学校ではどんな科目が？学校は体育が一番は。体育、ま体育、体育。体を動かすの好きだ。 そういう意味ではそう体を動かすことが好きやとかね、その野球やってたっていう、そういうやっぱ集,中集中力があるんですよね、勉強の集中力が多分あったんやと思いますね、まあ、それとやっぱりこの難しい漢字が読めるっていうのが大したもんやと思うな、なかなかやっぱり難しいですからっていう、そういう意味ではその言ってることが分かるんですよね、消費税の計算もそうやし、あはい、憲兵率、要石率も。あの税は元々やる前から、うん 僕お父さんからちょっと教えてもらってたんやだけどな、税金なんか払ってるわけでもないしね、自分が。まあ、消費税ぐらいは払ってるけどね。まあ、それは大したまえなと思うな、なかなかねえ、4年生ぐらいで勉強する数学ではない、算数じゃないからね。というところはね、まあ、そういう意味では、あのどういうんですかね、すごいなんかこう、歴史のページを一つ開いてくれたような気はします、やればできるんだというね、えー、ところが。えー みんなにに伝われば、ね、非常に嬉ししいなといとう気はしますね、まあ、その辺がねどのぐらい皆さん方にね見て頂けたのかなとは思うんですけれどもまああのー、僕らから言えることはね僕は楽しみです。まだ4年生なんですよお本当とに、ね。これからどん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 ね人生先の方がいっぱい長いこといっぱいあるんで彼の活躍っていうのは僕は楽しみをしてますしまたお父さんもね、あのー、お父さんは実はあのー、司法書士の 解用していただいて、これレックで勉強していただいてね、えー、合格していただいて、だからまあ民法ができるという先ほどして言ったのはそういうことなんですよ。だから、そのレベルで、ね、教えて子供が理解できるっていうのがやっぱりすごいという気はしてます。まあ、そういう意味では、あのー、レックにね、こうやって関わっていただいて、うん、こういうお会いする機会があってね、私もごっつい幸せですわ。なかなか、あのー、小学生が最年少やってなんか夢のように言ってたんですけども、この目の前でそういうことを感じれるっていうのはね、 非常に幸せな時間かなと思いますので、まあ今後またね、えー、これからの活躍をね、期待したいなと思います。私からはそんな感じなんですが、なんか最後に一体やっでも。えっと、あんまないです。阪神,阪神優勝おめでとうでもいいね、うんうん、阪神ね、優勝したしね。いや、そういうのは今年はね、今一体に阪神優勝、卓献合格っていうね、えー、素晴らしいことがね、いっぱいありましたね。まあぜひ、またね、えー これからの活躍を期待したいと思います。ね、この辺ぐらいで終わっておきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。